初代伯、ジョセフリーソン伯爵家宮邸宅、ラスバラハウス。六大伯の死後は他者を転々とした。ミルタウン伯爵は、イギリスの伯爵、貴族。アイルランド貴族爵位。政治家、ジョセフリーソンが1763年に除されたが、七大伯の死後は休止の状態にある。六大伯を描いたカリカチは、政治家、ジョセフリーソンは、 ラスコーマック選曲選出のアイルランド、庶民院議員として活動した後、1756年5月5日に、ウィックロー県におけるラスバラ男爵を与えられた。彼はさらに1760年9月8日に、ウィックロー県ラッセルズタウンのラスバラ子爵に少女したほか、1763年5月10日には、ダブリン県におけるミルタウン伯爵に上る爵している。 一連の爵位はすべて、アイルランド貴族爵位である。初代博が1783連に没すると、爵位は、長男、ジョセフ、次男、ブライスの順で継承された。三代博ブライスは、長男ラスバラ教ジョセフに先立たれていたため、孫にあたるジョセフ、さらにその長男ジョセフによって相続された。五代白、ジョセフ・ヘンリーは、英国陸軍軍人として、 アイルランド総督副官を務めたが彼には子がなかったため、爵位は弟エドワードが相続した。六大伯エドワードは法廷弁護士を務めていたが、就職後はアイルランド貴族代表議員や、ウィクロー検討官を歴任した。彼にも死死がなかったため、爵位はマッテー・ヘンリーがその後を襲った。七大伯ヘンリーが就職後わずか半年で亡くなると、爵位は休止となった。 七大伯の死後は、ジョン・リーソンが、爵位の継承を主張したほか、その死後は、ロバート・リーソンも、同様の主張を行ったが、いずれもその旨を認める、貴族院の裁定は下されていない。クラクロフと貴族名官によれば、ロバート以降はいかなる誓願もなされていないが、初代伯、ジョセフの四男、ロバート・リーソン教の子孫が存命である、可能性があるため、 爵位最高の余地は依然として残されている。一族のかつての邸宅はウィックロー県ブレッシントン湖畔に位置するラスバラハウスであったが、六大伯の死後は伯爵家の手を離れて、現在はベ土ド家の所有となって、現在に至っている。一族のモットーは暗闇より入れて光り輝く。ミルタウン伯爵系フズ三大伯の長男、孫、ひ孫はいずれも同盟。 三大博の次男ジョンの孫にあたる人物。三大博の三男、ロバートの孫にあたる人物。ありがとうございます。